cobwebs in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. イタリアのオーソドックス。そうだね、だいたいこれハンドメイド。こちらはイタリアの朝ごはんです。だいたいイタリア人はね、甘いものが大好きだから、甘いものでスタートで朝ごはんするなんですけど、今ディレクターさんが頼んでたのは結構ここの場所のおすすめの食べ物です。でこれは朝ごはんとかいつでも食べてもいいんですけど、開けてもいい、うん、ここはね、見てください。これモッツァレラとチーズとポモドーロ、めちゃ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 うまいよ。ちょっと一個もね、トマトとトマトとモッツァレラ、モッツァレラスフォゲティーナと言うんですよね。スフォゲティーナ、スフォゲティーナいただきます。うん、やっぱりイタリアと日本のモッツァレラ全然味は違う。美味しい。え、朝ごはんなんかやっぱり私ずっと甘いものを食べるんですよね。で必ずエスプレッソか私みたいカプチーノで食べるんですよね。で普段だとこれは先に食べてその後エスプレッソ飲むけど、カプチーノだったらね、イタリア人ねよくこうする。これ全部チョコレート、すごくない？めっちゃ重い。これ全部重たいんだ。めっちゃ重たい、めっちゃチョコレート入ってる。どうする？うん、いい。あ、やっぱりこんなね、なかなか日本に見ないやつなんだけど、めっちゃ美味しい。チョコレートは甘いんだ。甘い、めちゃめちゃ甘い。だからコーヒーとちょうどいい。そうです、うん、めっちゃ甘い。やばい、これ開けたらパーってになりそう。ここカフェテリアって書いてるけど、バーとも書いてるね。あ、そう、イタリアだとカフェ、マイスプレッソ飲めるところはバーというの。そう、日本のバーと全然違う。で日本のバーはパブしかない、うん、がカクテル、カクテル屋さん。ちょっと開けてみようかな。え、変なことになりそう。わー、わー、それチョコチップ、チョコのクリーム、チョコレート、チョコクリーム、クリーム、うん、うまっ。だから太るよな。こちらはムスタッソーニ。ソーリ、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 ムスタッソーニ。ムスタケ？ムスタ、ごめん。ムスタ、ムスタ、ソ、ソ、リ、ムスタッソーニ。シ。Okay. And it's sweet. Yes. シ。Yeah. いただきます。なんだろう、わかんないんですよ。わかんない、買ってない。これ何の？あ、でも美味しい、うん。クリスマスのお菓子みたい。でも、どうやって作ってるのか全くわからない。うん、美味しい。ちょっと食べてみよう。あ、おいしい。あ、なるほどね。なるほどね。ストーレン？ストーレン？ストーレン？それ何ですか？
こちらはね、ドルタマリアと言います。めっちゃカラフルのケーキです。ドルタマリア、ドルタマリア、ドルタマリア、ウォールマリア、いただきます。ウォールマリア、いただきます。Sana. O sake hai te noi? Ma c'è dell'alcol dentro. La Kermes probabilmente, giusto? Alcol hai te io. No. Sono green ma matcha? Green ma pistacchio. Pistacchio. Pistacchio poi ですよね。でも mi mazzate すぎてわかんない。Grazie. Grazie. Guarda, via, ma si sente il palazzo. No, così a meringa.日本にもあるけど、日本だとめっちゃ小さくて高くて、なかなかシンプルのメリンがね、見つかんないんですよ。あ、なんか、空っぽだよ。空っぽだ。うん。だからこれで美味しいです。うん、うまい。はい、こちらはね、もう一つ、まあ、南のおすすめの朝ごはんです。こういうアイスクリームとブリオーシュの中に蜜の味が合わせて食べるんです。で、今はまだコーヒーを作ってるんですけど、先に食べてみたいと思います。うわ、うまそう。入ってる、あのクッキーがめっちゃ入ってる。これ美味しい。入れたい、入れたい。こんな感じにしていこう。うまい。日本にもこれ やってほしいです。そう、本当はシチリア、そう、シチリアのおすすめなんだけど、まあ南だからどこでもで買える。うまん。これ何年か前に流行ったマリトッツォのアイスバージョンみたいな感じ？うん、うん、まあ簡単に言うとそうです。うーん、みんなマリトッツォと同じと思わないけど、うん、まあそんな感じ。こちらは、まあ、ハラシュクみたいのクレープなんですけど、あのイタリアはねめっちゃシンプルなんです。ヌテラ、ヌテラはねチョコレート、チョコレートソースなんですけど、特別なチョコレートソースとなんかちょっと入ってると思うね。何が、あ、グラネッラもついてる。そういうちっちゃいお菓子みたいな。本当にシンプル、こんな感じです。へえ、見てチョコレートの量がすごくない？甘い、甘くて美味しい。原宿のようなホイップクリームの入ったクレープってない。いや、絶対ダメ。うーん、クリーム絶対入っちゃダメ、イタリアだと。うん、ポップクリーム使わないし、大きいなものを使わない。シンプルで、なんかちっちゃい中でなんか大きくて味があんまり美味しくないだったらあんまりかな。フルーツは入らない？入らない。ジャパンみたいにイチゴとかバナナとか。シンプルで美味しい。これはね、パスティチョットレッチェの一番おすすめのデザートです。中身はねこういうのクリームがたっぷりなんですよ。お、半分以上はクリームじゃん。すごい。で、中はあったかい。うん、いただきます。うん、あ、あったかいクリーム、まだあったかい。なんだ、え、ブラウンケーキに似てる。ラム？うん、
まあ、パンケーキ パンケーキ似てると思う、これは。うん、なんとなくパンケーキっぽいです、ここ。じゃあちょっと日本人の感想もお願いします。あ、結構クッキー生地だね。そう、結構クッキー、クッキー生地ですね。うん、うん、あ、甘い。思ったより甘くない。うん、あの、これあれですね、沖縄のサーターアンダギーとかドーナツ。あー、似てる。日本のクラシックスタイルのドーナツ、サーターアンダギーみたいな感じの生地に、うん、まあ、あんまり甘くないカスタードクリームのね。そうだな、うん、これは美味しい。美味しいよね。ここしか見つかんないけどね、うん、私の実家にない。あ、レッチェだね、見られるお菓子。そうです。I got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all aboutKeeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it.